いらんて、ヒットエンドランかせんだろ、ヒットエンドランなんか。なんだこれ、初めて見た。ここで盗塁を許してしまいました。ヒットエンドランでバットに当たらないパターン初めて見た。いらんせんだろ。なんだこれ、おもんない。なんだこれ、岡田はまっとうしろよお前。何で2連続失敗してんの、ヒットエンドランを。呆れるだろ監督が。ってちょ、待ってって、マニュアル多分ペラペラしてるよ監督が。ヒットエンドランってあれだよなって、バッター当てないといけないやつだよなって。うわあ、ヒットになった。たかし、もうたかしだけやんすぎて、たかしだけやんって言えなかった。いつも言ってるから、たかしだけやんって。いやー、進塁打の意識はいいんだけどな。何これ、もうちょ待って、今の何、今のプロがやることじゃないだろう。いやー、てかヤクルトなんであんなぶち切ってんの、なんで勝率一緒なのに、なんでそんなに変わるのか、マジックの点灯タイミングって。残り試合数か、あー残り試合数っぽいな。え、てかパリーグ進まなすぎじゃない、え、なんでなんでこのパリーグ進んでねえの、開幕1週間ぐらい遅れてない、パリーグ何があったんそんな、さあ軒並み雨天中止になってんのかな。そんな屋外ばっかでもねえのに。